ですえっとですね、えー、今日は、えー、できるだけ短めに、えー、するつもりでございますあーのー <laughs>、えー、配信でですねあーのー見ました月組全国ツアー公演琥珀色の雨に濡れてと、えー、グラン宝塚百獣ですねうんあーのー本当にいかがだったでしょうかというかいやーもうさーあーのー これやっぱね劇場で見るのとまた違いますよねやっぱ配信って、うん、面白いなと思ってあのー、そう僕まずそのシャロン、えー、からちょっと触れていきたいんですけどシャロンねあのー、やっぱ僕ねあの登場のシーンがもうとてつもなく好きであ,あそこのあのもう シャロン感というか、あーねやっぱ映像で映ってても、まあそれは思うんですけど、あれ劇場で見た時にね、僕すごかったというか、なんかね、あの、浮いて見えたというか、もうそこだけね、別世界というか、シャロンがその動いてるそこの間というか、そこだけ。えー、だからこそ余計に、あの、ふとあそこに迷い込んできたクロードとのこの、 えー、対比というか、それがすごい面白かったんですよね。そう。で、あの、母とはあの、喋っててね、えー、まあ、一緒に見てたんですけども、あの、それの時に、あの、若葉ひろ美さん、あの、初演のね、えー、シャロンやってはった方ですけども、あの、若葉ひろ美さんも、えー、元男役やったんですよね。えー、そう。僕、それ知らなくてですね、聞いて、えー、そうなんや、って言ってて。だから、もしかしたら、共通してるところってあるのかな、と思ったり。うん。で、まあまあ、今回のは、もう、まず、 ね、あのあれですから初演のはもうまずあれはもう答えやってまあ当て書きですしね柴田先生の、うん、まあそれはあるんですけど、えー、もう今回の月組版はもうもう一つの完全なる答えが出た,出た感じが僕はしてるんですよね勝手にね、うん、だから、あのーまあ、どっちも正解で、まあ、どっちも違うんですけどね全然ね違うけども,もう正解っていう気がしてて、まあ、正解ってなんやねんって話でね。うん まあ、正解コメディのことについてはあのまだ、ね、<laughs> 動画撮ると思いますけどまあまあそれは置いといてですよ、えー、正解ってなやねんって話ですけどうんあの <laughs> えっとうんあの本当に、えー、そうだからなんかそういう元男役やからこそその出せる魅力っていうのを がまああると僕は思うんですけど、そういうところがもしかしたら、昔から共通してるところであるのかなとか、ちょっと思ったりとか、うん、しましたね。うんで、えー、まあまあまあ、あの、あれですよ。ほおずきあんさんですよ。えー、クロードね。もうさ、あの、クロードね、映像で見たら、もうこれがもうまたすごいというか、あの、ほおずきあんさんの、 そのなんんていうんですか一つ一つの動き一つ一つの動きがもう手までめっちゃアップで見えたりとかするじゃないですかもうそれがさもう本当に完成されすぎててもうかっこいいよねっていうのがもう何やねんやろ渋いもう渋くてかっこいいもうあれ最高いや僕ねやっぱ思うんですよねあの学年的にやっぱ若い時にトップになるうんあのそれもいいとは思うんですでもこの 学年上がってからトップになるもうそれってねやっぱね男役芸を極めに極めてるわけなんでもうねすごいっすよねあ。やっぱ渋くなるよねっていうところがすごくあってうんそこがやっぱ面白いというかうーんまあ一歩間違えれば臭いになってしまうんですけどねうんそれがやっぱ臭いにならずにも自然と、えー、そういう ことができてしまうという、うんそれがやっぱすごいなと思いましたね。うんあの大沢優希さんとかね、えーまあ、もうそんな感じでしたよね。うん僕、大沢優希さんはカサブランカも好きですけど、あのえー、華やかなりしい日。さよなら公演ねうん、あれとか、まああのー、なんていうんですか？えー、一番最後に、あのー、コートをこう、ね、肩にかけてスイングしながら、えー、客席に背を向けてこう、えーえーと、舞台のね後ろに向かって吐けていくっていうのがあって、もうそれもめっちゃ。 めっちゃいいんですよ。えー、まあなんかそういったこととかが似合う男役っていうのって、あ貴重だなというか、やっぱ思うんですよね。いやー、そうですよね。いや、ほんで、ほんで、あとはあれですよね。えー、白川りりさんですよ。もうどうでした 本当に白川りりさん。もうさ、もうさ、僕、あのー、家でまあ見てたわけなんで、あのー、全然喋れるわけじゃないですか。劇場違ってね。もう叫びまくりでしたよね。なんで来るんやここになんで来んねんああかわいそうとかめっちゃ言ってて。<laughs> えー、もうあの、母からうるさいと言われましたけどね。<laughs> いや、もうほんまに、あのー、なんやねんやろね。もう、 あそこまで、もうなんか表情の一つ一つが本当に儚げで、もう、かわいそう。 え、いや、そうね、もうほんまになんで、なんであんな最後修羅場にしてしまうんやろうね。なんだあっこの駅に来てしまったんやろうねっていうのがあったんですけど、僕はやっぱ、え、あ、これ前言うのを多分忘れてたんですけど、えーっと、ちょっと僕あれね、最後のシーンね、一個気になることがあって、あの、最後のあれ、あの、シャンパンをね、こうあの、特別室で飲んだ後に、あのー、 まあもうすぐ出発だっていう時にカバン持ってきはるじゃないですかあのー、あれね結局 <laughs> 列車乗らないじゃないですかってことはこうまあ列車つ,つくじゃないですかでまあその当時分かんないですけどまあ列車ねこうあのー いあの「出てください」って切符切りますってあってほんでまあ,あの車内何もないかなってこう見回りはったら <laughs> カバンだけが乗っているということになるわけですよね。<laughs> いやあれカバン どうすんのと思って。いや、これはもしかしたら、あの、後日、マジョレコに行ったのは、カバンを忘れ物センターに取りに行ったんじゃないかとか、<laughs> そんないらんことをね、えー、っと、ちょっと、一瞬、頭やっぱよ,よぎりますよね。まあね、こういう話に、えー、そういうのをちょっと突っ込んでしまいたくなってしまうというか、もうそうでないともう、あの、フランスワーズが、もう、かわいそうすぎてというか、うん、ねえ、ほにもう、いや、でもあそこはほんまに、なんで来てんやろうね。 <laughs> いやもうどうでした本当にもうもうねえと思うんですけど、えっというかもうほんまにもうええわもうこれ琥珀いいっすわあいやもうこれもしねえっと配信とか、えー、見れてない方ぜひブルーレイを買うか、えー、スカイステージちょっと待つかあブルーレイ買った人に借りるか、えー、もう ぜひもうこれはもう見てくださいもう本当にもう今まで琥珀見てなんか合わんかったわとかいう方にこそ見てほしい気がします僕はその一人なんで、うんえー、思いましたねでそうあのこれねあのそう見てるときにちょっとあの友人とね、えー、配信見てた友人と LINE しながら、えー、やっ見てたんですけども、うん、あのー、映画を見てるかのようやという。えー 感想が送られてきててきですね、うん、確かにと思ってこれね映像で見るから余計になんですけど本当にもうこれ一本の映画やんっていうレベルというかもういやドラマ性もすごいですしあのやっぱりね僕はね,そのね,やっぱねさっきも言いましたけど宝月杏さんのこの手,手,手ですよね。 もう手の動きとかがもう本当に映画でそこだけもうクローズアップにこうしててももう絵になるというかそれぐらいのレベルかなと僕は思いましたね。うんやっぱ、あのー、海外の俳優を本当に、えー、見てるかのようなというか、まあ、それがね男役の、まあ、原点というか、まあ、そういうとこにはなりますけどねうんいや本当にそれやなと思いましたね。う で、ああ、グランディヒタカラズが110なんですけども、うん、これね、そうそう、僕ね、あの、この前飲んで言い忘れたことが一個あって、えー、言い忘れたというかね、僕、これはね、あの、印象の話にはなると思うんですけど、あの、一番最後の塩ンのところでね、あの、こう、不利で、なんかあの、こう、あの、横にこう、伝えていく不利あるじゃないですか。えー、それをこう、あの、受け取って、こう、あの、ね、 えー、バッとこう足をこう出していくみたいな、うん、あのあのフリーの時に僕あの,その大劇場版、えー、月城なとさんの時となんかちょっとね違いというかこれはどうなるろううんち,ょちゃんとは比べれてないんでわかんないんですけどあのー、月城なとさんの時ってこうすごい受け渡すみたいなのがあった気がしたんですよ。うんあのー 今回の場合ってこう広げてそれをこう受けに行くみたいな感じがすごいあってうんやっぱりそういうとことかもやっぱりあのさよなら公演とえ新しい この組の始まりそことかもこうあるのかなとか思ったりしてねあやっぱ見て熱くなるものがあったんですけどそう熱くなるといえばですよ臨場きらさんとのねやっぱあそこもいいですよねあもうやっぱ同期生同期生尊いなっていうのとかあったりだとかうんあちょっとあのまだあのなんかあれやわあの最後の方からこう登ってってますけどあの <laughs> あそこねえー、っと あのー、パンパンパンのとこあそこ手拍子今日も僕配信でも手拍子聞こえるんですよねあれね、うん、それで聞いてたらやっぱりあの「ちゃんちゃからんちゃからんちゃからんちゃんちゃん」とのところで、あのー、あのパンパンパンのあと一切手拍子聞こえない。 すごいね、やっぱ月組。<laughs> 月組ファンすごいなぁって思いながら。いやー、こうピタッと合うよね。うーん、面白い。いやー、ほんとねー、すごい。いやもうグランデ宝塚110も。いやー、よかったですよね。<noise> っていうことで、まあ、こんな感じなんですよ、今日。あの、本当に短い動画、や、やったよね。多分。えー わかんないですけど、編集してみないとね、えー、わかんないですけど。<laughs> えー、ま、あの、この動画ね、な、え、ん、ー、で作ったかというと、えー、っと、ま、あのー、コメントね、えー、っと、いただいてるんですよね。もうすでにあのー、現地で見たよとか、えー、配信で見たよとか、うん、もういただいてるんですけど、まあ、あのー、そういう方のは、えー、もちろん目は通してるんですけど、あの、まだちょっとね、返信現時点で返してなくて、まあ、ご了承いただければということなんですけど、あのー、それ以外もね、えー、っと、配信で見てどうやったよとかいうのも、あのー、こちらの方に、 ですね、えっ、ー、となんかコメントいろいろまとめてみれたらなっていうのもあってですね、えー、っていうのも一つあるんですけどこれはあのもう一個ねちょっとあのこの動画を出したいなと思った理由っていうのがありましてあのー、ありがたいことにですねえっ、ー、と昨日ですねあの2000人、えー、登録者数ですねチャンネル登録者数を2000人突破したんです。えー、本当ありがととううございいますという、えー そうう感謝を伝えたたかっののとですね。うんあのー、まあまあね言ってもね、えーにまあ、まあ2,000人でそれなんか「うん、わ」っていうのもどうやねんやろうっていう、うん、まあ僕としてはめっちゃ「ええー、こんなにいくんや」っていうのはちょっとあって、えー、まあちねこれどうなんやろう、うんちっちゃな喜びとは、えー、に見えるけど大きな喜びなんですよねうんとは思っててですねであのこのチャンネルってあのそうまだあのこれね何回も言っも。 聞いたわっていう方いると思うんですけど、あのー、これ、宝塚だけのチャンネルっていうわけではないんですよね。うん。僕は宝塚が好きなんで、えー、僕は宝塚の動画を 多めに出すすんですけど、まあ、僕もそれ以外の動画も出しますしね。あ,あれなんですけど、あのこれ、フロモ m 5 1っていうね、あの団体、まあ、これね、フロモ m 5 1とは何ぞやっていう動画を、えー、作らななって言いながら、みんなの予定がなかなか合わなくてですね、作れないんですけど、あのーそ,うえっと、その、まあ、言ったらね、おじさんたちが、えー、いろんなカルチャーを、えー、自分たちが好きなカルチャーを、えー、で楽しむというか、えー、そういったチャンネルというか、あまあ、まあ、それが思う になるかかというか、まあ、みんなが面白いと思ってることをやってってるだけのチャンネルやったんですよねそもそも。うん、でそれで僕があの趣味の宝塚動画をこう出してってですね、えー、それでちょっとなんかあのこう登録者数がバーンって伸びてしまったんですけども、まあ、元はそういうチャンネルで、えー、今後も一応そういうチャンネルではあるんですけど、まあ、僕は多分。 出すペースがあのちょっと早かったりとかしてしまうだけの話なんでまああのね宝塚以外もね、えー、自分で言うのもあれですけどね結構面白い動画あるんですよ、うん、あのー、僕のやつとかでもねあのロンドン滞在期になるものがありましてですねロンドンねちょっと行ってた時の動画とかもいろいろあるんでまあそう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 。 あの、ロンドンでね、あの、ガイザンドドールズとかをね、えー、こえー、と、去年かな、えー、旅行した時、えー、の、それの感想とかもね、ちょっと撮りたいなと思いながら、そのまんまになってて、今までズル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 と来てしまってるんですけど、まあ、それもね、まだ撮らせていただくんですけど、えー、まあ、まあ、すいません、えっ、ー、と、何を言いたかったんやろう、ああ、そうそう、えっ、ー、と、とりあえずはですね、あの、そう、そういうチャンネルなんですけど、まあ、今後ともよろしくお願いいたしますということとで,ですね、まあ、とりあえずの目標はですね、あの、 今はですね、2069人をまず、えー、目指すことをですね、えー、2069人というのは何かというとですね、えー、東京宝塚劇場の、えー、と客席数ですよね <laughs> とあと、えーまあ、その後はですね2550人ですよねもちろん宝塚大劇場の、えーえー、何客席数、えー、を目指したいなと思いますが、まあ、とりあえずそこを目うに、えーまあ、まだこんなベラ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 ,ベラと。えー 長いわって思われるかもしれないですけど、まあそういう方はですね、あの倍速にして聞いていただくとか、えー、しても、えー、また、えー といますう、えー、ことでですね、ま,あ、またあのグッドボタンだ、えー、チャンネル登録だ、あコメント、あーまあ、コメントね、本当にあのー、目惑通してるんですけど、そのっと、あのー、返正返すのがね、なんせ、あのー、結構、めっちゃがっつり返すんで、あのー、それがなかなか遅くなってたりとかするんですけど、えー、またそちらもよろしくお願いいたします。というわけで、えー、フォロム5 1の斎場でした。ではまた。